バイスサバイブは、ブシロード、藤間拓也による漫画、および、それを原作とする、アニメ作品。アニメは、バイスサバイブと、第2シリーズ、バイス、サバイブ・ R ールが、TBS のバラエティ番組、カード学園内の、プチアニメコーナーで2009年から2010年にかけ、放送された。ブシロードのフリーペーパー、ブシロード TCG マガジンにて連載されている。ブシロード原案。 藤間拓也漫画、ブシュロードのトレーディングカードゲーム、バイス・シュバルツを紹介している。1話、約2分半。第2シリーズ、バイス、サバイブ・アールも放送された。一部の登場人物は、原作と共通だが、物語はほぼオリジナルである。カード学園でも取り上げられているバイス・シュバルツを題材としているが、全体的にシュールな作風であり、小ネタや、下ネタ、 楽屋ネタ等を挟んだり、ゲームのルールや、世界観が十分に説明されないまま、物語が進行する、カードバトルをしない回がある、バイス・シュバルツとは直接関係のないものまで出て、来るなどの不条理な展開が多い。ストーリーとしては、第一シリーズでは、未知なる世界を舞台に、チュートリアル形式で、たけしが、カードバトルの仕組みを覚えながら、敵に立ち向かう。第二シリーズでは、 現実世界を舞台に、秋葉原で起こった、カードプレイヤーにまつわる事件を解決するために戦う。現在、第1シリーズ、第2シリーズともに、ニコニコ動画で、無料視聴可能。とある嵐の夜のこと。主人公、たけしと幼馴染みの道は、テスト勉強をするため学校にある、誰も使っていない、図書館に訪れた。そこでふと、たけしは、バイス・シュバルツというカードを見つける。 何でも、未知のカードらしい。そして、図書館にも異変が起ころうとしていた。それは、少年少女の命をかけた戦いへの合図であった。たけしと未知の運命は、そして、バイス・シュバルツとは何であるのだろうか。メインキャラクター、たけしと未知の名は、武士ロードの武士と、ロードから来ている。二人を演じる声優は、カード学園の司会も務めていた。 カオス三姉妹バイス・シュバルツと同じ武士ロードの TCG ケイストクグのオンライン版カオスオンラインのチュートリアルのキャラクターである。すべての萌え要素を持ち合わせているという三姉妹。カードの世界でタケシが未知との次に戦うことになる。第二シリーズでは現実世界にも現れる。アリス・クロス、アリス・クロスのマスコットキャラクター二人。アリス・クロスのステージで たけしに勝負を挑む。DVD は一般販売されていないが、2009年に第1シリーズがコミックマーケット77、2010年に第2シリーズがコミックマーケット78にて、ブシロード響きブースでの1万円購入特典として配布された。ブシロード企画、原作、風川なぎによる漫画で、角川書店月間コンプエイスで連載された。 全一巻が2010年10月26日発売。登場人物は、たけしとみちだけが共通。バイス・シュバルツには、アニメ第一シリーズのみち、たけし第二シリーズのしずるのカードがある。ありがとうございます。